安倍の生命が現れ、二つは解き放たれたと語り、最後の一つを解き放とうとするドーマンの思惑を阻止せねばならないと言い残し去っている。ドーマンが平良を呼び出し、本来の姿である悪老王に戻し、安倍の生命を倒せと命令する。黒魔術軍の末高草は俵の藤太と大堀康草を呼び出し、どこの軍にも属さない二人に対して敵になる前に殲滅するといい、久喜義隆と朝比奈義秀を召喚。俵の藤太と大堀康房対久喜義隆と朝比奈義秀の奪魂の儀式が始まること。戦いの最中、何者かにより呪文が唱えられると、俵の藤太だけが戦場から姿を消す。残された康房は久喜と朝比奈の二人と戦うことに窮地に陥るが、夕顔が鶴姫と安成を召喚。安房と安成が共闘し朝比奈義秀を倒すが、安房は魂を奪わず義秀と久喜を逃がした。そこに突如現れた鶴姫と安房の長兄である大堀康雄。康雄は鶴姫と安成は実は兄弟であると告げ、安房は父である大堀康雄が拾ってきた百姓のせがれである。何の血のつながりもないことが判明する。鶴姫は激しい衝撃を受けるのである。一方、空間を移動させられた俵の藤太は藤原の住友と戦うことになるが、その最中にドーマンの術によって倒されてしまう。黒魔術軍にも大きな動きが。末高草は裏切り者である風魔小太郎を始末しようとする。小太郎の危機に前田慶一と悪老王が現れ、風魔小太郎に手を貸すと申し出、冷泉高豊を召喚する。しかし冷泉高豊は末高草の味方をする。冷泉は前回の前田慶一との戦いで魂が解放され自我を取り戻したため、生前共に戦っていた末高房を味方とすることを決断したのであった。こうして小太郎と慶次対高房と冷泉の試合が始まる。一進一退の攻防の中、冷泉が敗れそうになると望月千代目が現れ反撃。逆に小太郎と慶次が敗れそうになった時、安倍の生命と平良により風神と火神が召喚され、小太郎と慶次に力を与える。ここで高房は久喜義隆と朝比奈義秀を召喚し反転攻勢に出る。さらに加藤団蔵も現れるが、団蔵は仲間であるはずの黒魔術軍を攻撃し、時止めの術を使い小太郎と慶次を救い出すと一人身代わりとなり黒魔術軍と戦う展開。混乱の中、最後は戦場に戻ってきた小太郎と慶次に団蔵は救われ、3人は戦場を脱出するのであった。